とうとうお別れの日が来ました。あなたが独り立ちできた時があなたと私の別れの時でもあるのです。いつかは必ずこの日が来ることを覚悟しながら私は旅を続けてきました。辛く悲しく定められた旅を、今私は他の少年を未来へ導くために新たに旅立ちます。もう二度と鉄郎と会うことはないでしょう。私はあなたの思い出を胸に永遠の旅を続けます。果てしない旅を。さようなら鉄郎、いつまでも元気で。